このケーキを作った人は、あ、お前作ったのか。サンキュー。うらら、チャンネル。Hello, my friend. Welcome to my room. My room is very safety room. How are you doing? Well, good answer. Yes. You are Yes, we are good. こんにちは。今日もうららチャンネルに来てくれてありがとうございます。今日は8月2日。自分事なんですけど、今日で僕は49歳になりました。もうすぐ50歳。でもまだ1年あるね。で、Today's, my birthday. I am 49 years old. Uncle Ulala. Thank you. で、その誕生日に、自分の誕生日に、ちょっとすごい嬉しいことがあって、My son handmade ケーキ、と僕の息子が、一人で全部ケーキを作ってくれたのね。で、ね、作ってるところを、ね、ビデオに撮りたかったんだけど、仕事が忙しかったので、仕事から帰ってきたら、びっくり、息子が全部ケーキを作ってくれました。最高に嬉しかった。でね、それ本当に自分でびっくりして、なんていうのかな、自分の親にそういうことをしてあげられなかったから、申し訳ないっていう気持ちと、本当に生きててよかったなっていう気持ちでいっぱいです。で、あと、自分の本当の目標、夢、希望、この1年で、だいぶ叶いました。海外の人たちと多く交流を持って、で、コラボレーションしたりとか、友達をたくさん作って、いろんな国の文化を知ったり、気持ちを知ったり、ジョークを知ったり、で、日本の方からも、すごく嬉しいコメントをいただいて、で、心に残っているコメントもたくさんあります。例えば、最近だと、自分が病気になってしまったんだけど、僕のところに来て、ビデオを見てくれて、ゆっくり眠ることができたと、そういうふうに言われることって本当嬉しいです。で、なんていうのかな、夢、希望、目標、
僕の中でまだまだものすごくでかい目標とか希望があるんですけど、まあ友達だとかにも、話さないようにしてます。で、家族にも話さない。なぜかっていうと、自分自身の夢っていうのは、まあ協力者がいれば、その人にはまあこういう行動指針があるんだよっていうことを話したりはするんだけど、まあそれと全然関係ないっていうか、ね、お互いに道が違う。自分の家族でもそう。やっぱり描いてる夢や希望っていうのはみんな一人一人違うから、団体で夢を叶えていく、もちろんそういうものもあるんだけど、俺の場合はちょっと違うので、誰にも話していません。なぜかというと、悪気がなくてもその夢に対して、口出しをしてみたり、邪魔をしてみたり、心配してみたり、喜んでくれる、応援してくれるっていうのもあるんだろうけれども、俺はいつも叶ってから、夢とか目標とかノートに書いてるんですけど、叶ってからほら見てって言うようにしてます。で、その方が細かい目標設定だとか、自分で調整した時に誰かに言って、お前の夢どうよとか聞かれて、で、実はこここういうふうに変更したんだっていうと、そうなのとか、なんかごちゃごちゃ言われそうなんですよ。で、絶対それって友達っていうのは悪気は全然ない。だから逆にね、そこで夢を共有し合うっていうのはいいことじゃないか、すごくいいことじゃないかって言うんだけれども、そういう話もあるんだけど、なんていうのかな、俺の場合はその夢のモチベーションを自分の心の中で圧縮しておきたい、秘密にしておきたいっていうのがあるんですよ。で、今までの、単なる僕の経験上なんだけど、その方が叶うことが多かった。で、ダイエットだとかそういうのはね、前に動画で話しちゃったけど、去年から比べて10キロぐらい痩せたかな。でもまだお腹ちょっと出てるけど、次の目標は言わない。でもまだ痩せると思います。特に健康器具を使ったりだとかそういうことはしてないです。食事をほんの少しだけ減らして、例えばお茶碗2杯食べてたのを、ご飯ね、お茶碗2杯食べたのを1杯半ぐらいにしてとか、そんな感じで、サプリメントとかも僕は使わないです。基本的に。で、日本に住んでる以上、栄養失調だとかの心配はそんなにないと思います。もちろんバランスを考えていくのは大事だけどね。ただ塩と水には気を使ってるけど、そのくらいかな。で、みんなも叶いたい夢で、例えば自分が絶対こうなりたいって思ったことを、もし親が反対するような、こんな推奨していいのかどうかわかんないけど、親や友達が、そんなの無理じゃないと、理想が高すぎんじゃないって言われるような夢を持ってたら、人に言わない方が叶いやすいですよ。だって自分の心で燃やし続けるだけで済むから。人からのアドバイスを請うっていうのもいいんだけれども、どうしてもね、親や親戚や友達に反対されそうな夢持つ人って結構いると思うんだ。で、じゃあ本当に例えばだけど、芸能界に入ってビッグスターになりたいんだっていう少年、例えばっていうか、
そういう少年がいたんだけど、やっぱり親に止められたり友達に止められたりで、本人一生懸命やってるんだけど、別に誰からも褒められたいわけじゃなくて、本当にそうしてみたいっていう希望があるんだけれども、いや芸能界なんてね、簡単に儲かるもんじゃないから、ギャラなんかいくらもらえるのって、そんなお金の話になっちゃう。本人はその金銭欲じゃなくて、なってみたいんだっていう気持ち純粋に持っていても、やっぱり周りってそういうことを言っちゃったりするんですよ、悪気がなくてもね。だからもし本当にそういう夢を持ってたら、自分の心の内に秘めておくと、で密かにその投資を燃やし続ければ叶う可能性が高くなると思います、うん、まあそんなこんなで、ね、いっぱい話しちゃったね。で耳かきと雑談だったんだけど、うん、ほとんど雑談になっちゃった、だってもうね49歳だもんな、もうすぐ、だってね、さっきもその話途中でストップしたけど、50歳になるからな。で、それなりの行動指針を立ててるけど、やっぱりね、この、音フェチっていう言葉は正直好きじゃないんだけど、フェチじゃないからね、僕の場合。その、フェティシズムっていうのは、ちょっとエッチな方向でしょ。で、ASMR っていうのは、フェチとはちょっと違うんだよね。だから、Wikipedia でも、その ASMR っていうのが変態っぽいっていうその日本語で書かれたものを削除されてるしね。うん。で、だから普通にフェチフェチって使うと、多分、海外の人たちから笑われちゃうんだよ。うん。なんで、フェチって言葉を使うんですか？音フェチ、うん、足フェチとかね、いろんな言葉あるけど、音のフェチっていうのはフェティッシュだから、うん、ちょっと異常性愛みたいな感じになっちゃうんだよね。ただ若い子は気軽に使ってて、多分そういう感じで使ってるんじゃない人の方がもう圧倒的に多いと思うんだけど、ウィキペディアとかで調べてもらうと分かるんだけど、俺のやってることは ASMR かなって思ってます、うん、ただやっぱり日本でも多くの人と出会いたいので、音フェチっていう言葉使ったりもしますけど、本心では、将来的にはそういう言葉を使わない方向でいけたらいいなうん、思ってます。あ、綿棒の箱の音いっぱいになったから、あ、でもおしゃべりが多かったからちょっとね、こちらならそうか。であと耳かきと雑談とか、うん、耳かき系の動画結構多くの方が見てくれてるみたいで、聞いてくれてるみたいで、本当にありがとうございます。今お腹ちょっと鳴っちゃったけど、聞こえたかな。もうね、
とそういうの編集するの大変なんで、そのままうん。で、前回、前々回、うん、ちょっと前にね、まあ、動画で本気でね、やったことはなかったっていうか、結構した隠しにしていた、じいちゃんから教わった気功を少しやってみたんだけど、うん、コメント、いろんなコメントが来てすごい嬉しかったな。言語を超えた振動だとか表現だとかで、俺はそのスピリチュアル評論家でもないし、宗教家でもないんですよ。ただし物理だとか化けだとか科学に関しては、かなり研究している方で、うん、もちろんその音の振動波バイブレーションっていうのも、物理を追求していても出てくるんですよ、結果的には。うん、もう量子力学とかに入っていくと、もう全ては波動であるって始まって、でスピリチュアリズムだと、うん、なんかそれがものすごく崇高なことのように伝えられちゃってることが多くて、うん、でもなんていうのかな、現代ではもうそれは当然のことのように発見されているんだ。で、素粒子論の頃から、うん、全ては振動波、エネルギーだから物体も空間もエネルギーでできてるんだよっていうことはもう随分昔から発表されてるんだよね。で、そのことに関しても、うん、だったら言語という振動波ではなくて音を使った振動波でどこまで人を元気にしたり癒したり寝不足を解消したりで、心身症の原因というよりも、例えば心の病、脳障害とはちょっと違ってて、うつだとか、うん、心の病を持ってる人の、もう9割方がやっぱり睡眠、質の良い睡眠を取りにくいっていう症状が多かったので、うん、何かできたらいいなと思って、で、あんまり、まあ、不自然っていうか、まあ、クラシックを流しながらその自然の風景を見たりするのもいいんだけど、できるだけ身近な音でその高い敷居の上で音を聞いたり見たりするんじゃなくて、家にいながらにしてもこんなにが身近な音でリラックスできたらいいななんて思いながらね、もう約3年になるか、ASMR 始めて、うん、そうだね、もう3周年ぐらいになるんだね。うわ、俺相当動画作ってるな。もう多分 ASMR 動画とあとショートタイムでバイノーラルサウンドで作ってるやつでもう700本ぐらい作ってるんだろうか。動画は全部で今1000何本かあるんだ。で、サインポール動画を今の僕のチャンネルではほぼ、まあ削除してしまったんだけど、
あのひらがなのうららチャンネルの方に今徐々にまたアップしてるんで、サインボード好きの人はまたそっちで見てください。で、僕のチャンネルにもサインボール少し残してありますんで、うん、見てください。でね、いきなり今両側に入っちゃったけど、これも本当に効果音というよりはすごくいいホワイトノイズなんだよね。で、ホワイトノイズっていうと、ホワイトノイズって何ですかってまた聞かれちゃうんで、そういうのは、最近ちょっとコメントを返しきれないかもしれないので、Google とかで調べてみてください。この両耳攻撃を聞きながら、もしよければあなたの熱い夢をあなたの心の中で再現して、叶えたいではなく叶えたいって考えちゃうとずっと叶えたい人になっちゃう可能性が高いから、そんなことを強く願ってたらもう叶っていると、もしくはそこまで断言できる自信がなければ叶う方向に向かっている、しっかり向かっている、そんな感じで考えるとすごくいいですよ。で、僕の動画にほとんど入ってるアファメーション、これも、まあ、海外でも新しいものを求める人が多いんだけど、僕の中ではなんていうのかな、頼らずすがらず自立せよ、そういう考えなのね。だから多くの言葉を出してもいいんだけど、そうすると結局飽きが来ちゃう。だからもうしばらくは今あるアファーメーション、肯定的宣言、このアファーメーションの中で続けていきたいなって思ってます。でも、ね、僕のアファーメーションほとんど英語で、最初のうちは日本語訳入れてたんだけど、うん、今はちょっと大変なんで入れてないです。それでも見事収録してあるので、その音との融合で結構伝わってくれたらいいなって思ってます。で、一番言いたいことは、あなた自身が、今俺はっていうか僕はあなたに語りかけているので、あなたって言うけど、あなた自身は私って捉えてくれた方がいいと思います。寝る前にさ、私は、僕は、俺は微笑みながら眠ります。私は明日の朝、微笑みながら目覚めます。なぜなら、今が幸せだから。そのような感じの
アファメーションです。まず気持ちよく眠れば健康的なことをいっぱい考えるようになるでしょ。楽しいことをいっぱい見つけるようになると、もう探すんじゃないんだ、元からあるから。疲れてればなんとなく疲れたものを見つけてしまう。だけど気持ちが楽な時は楽なものを見つけてしまう。そんな感情の流れだとか、そういうものをまた深く、もっとあんまり研究内容は話さないけれど、そんなような作品をまた作っていきたい。49歳のおっさんのたわごとを聞いてくれてどうもありがとう。あなたがいつも幸せで気持ちよく眠れますように。本当に夢を追いかけるのではなく、叶えるために行動するなら好きなことで生きていくっていう言葉が本当に生きてくると思う。酸いも甘いも辛いも悲しいも好きなことに変わっちゃう。そのぐらいの夢、本気の夢、それが本当に叶う夢だと思ってます。お互いに夢を叶えて、そしていい睡眠の中でいい夢を見ましょう。Thank you, my friend. I love you. Sweet dream. おやすみなさい。